皆さんこんにちは、深田由美です。はい、今ここどこにいるかっていうと、アスカキララさんの洋服の展示会をちょっと見に来たんですけど、私ちょっと実はキララさん初めてなんですよ、会うのが。まず実際に存在してるのかっていうのをちょっと見てみたいですね。あれですよ、生キララですよ、生キララ。やばくないですか。でまずキララさんってどういう人なんだろうってずっと思ってて、なんかちょっと見た感じ、まあ、なんか写真とか結構こう表情がちょっとこう、こういう感じだったりするじゃないですか、こういう感じだったりするじゃないですか。ちょっとちょっと冷たかったりきつそうなイメージがちょっとあったりするのかなとか、あと緊張してて結構タクシーで移動中になんかちょっと胃がやられましたね。胃がちょっともうやばいですね。まあちょっとしか多分撮れないと思うんですけど、で本題は、まあ、まずキララさんって結構やっぱり先輩じゃないですか。多分10年ぐらいの先輩なんですよ。だからちょっといろいろキララさんに今後の、まあ、アドバイスについてもちょっとねちょっと聞きたいなっていうのも多分あって、でちょっと私が、まあ、しないですけど深田由美引退ちょっと考えてるんですけど、まあ私がそういう相談をしたらどういう反応してくれるのかちょっと聞いてみたいと思います。まだ実物が今存在してるのかも分かんないんですけど、ちょっと現場にちょっと駆けつけていきたいと思います。で行こう。今キララちゃんの展示会に来ております。どれも可愛くないですか。めっちゃもう生キララですよ。やばいですね、描いてくれたもんね。いやこれ本当になんかめっちゃこれ可愛いですね。なんかすごい似合ってくれてる。これちょっと太っても大丈夫そうだ。全然太ってないよ。本当ですか、うん、すごい。大丈夫大丈夫。最近なんかおっぱい触りました。え、誰が好きだった。これはでもそうですね、これも可愛いなって思いました。なんかシンデレラっぽいですよね、これ。何？シンデレラっぽくないですか？あ、シンデレラ。でもあんまこういうの着てるイメージないな。いや、そうですよね。私、何似合うと思います？多分、なんかこういうのとか、T シャツなんだけど、なんかちょっと変形してて、あ、形が綺麗みたいな。いや、私普段こういうの着ないので。上カジュアルだけど、みたいな。キラルちゃん、なんかこういうことやってて、すごい、なんか羨ましいなと思って。いきなりどうしたの？いや、なんか最近ちょっとなんか私もなんか好きなことをやりたいなと思って、実はなんかぶっちゃけ、いや、なんか続けていいのかなみたいな、ちょっとやめたいな。え、やめたいって？え、これカメラの前で言って大丈夫？いや大丈夫です、大丈夫です。もう ないようなもんなんで。だからなんかちょっと、ひららちゃんはなんかあれですか、なんか引退策とかってあんま出してない。あ、うん、引退策は出してないか。やめちゃうんですか。やめちゃうんですか。いや、絶対にやめない方がいい。え、えみちゃんは絶対にやめない方がいい。マジですか。なんかちょっとアドバイス欲しくて。えみちゃんは絶対今やめない方がいい。え、なんでですか、逆に。いや、絶対今やめたら。いや、めっちゃ絶対やめない方がいいと思う。本当ですか。絶対に続けた方がいいから。絶対に。めっちゃ触るじゃなくて、どんぐらいまで、何年ぐらい。えみちゃんはあとは、あと20年ぐらいいけんじゃないか。ちょっと待ってください。私今23だったんですけど、これが43 43ですよ。あ、でもだったら最低でもあと5年は絶対いい。5年です。うん、キララちゃんって私は29ぐらいまでやった。29、ちょっとキララさんのちょっとお告げが出たので、あと5年頑張ります。なんでですか。本当ですか。すごい、なんか本当に実物でいらっしゃるんですよね。本当なんか生キララがすごいですね。はい、わ、すごい、もうお人形さんみたいですね。本当になんか思ったキャラと全然違うんだけど。私どういうキャラだと思いました。なんかもっと、こうなんかお高く止まって、何みんな話しかけないでみたいな。それキララだと思う。こういう感じだったりするじゃないですか。こういう感じだったりするじゃないですか。なんか結構、あれだよね、オタク系の喋り方。そんなことないです。本当？いやでも実際、キラちゃんと言って湧いてます、私。あー、嬉しい。ありがとう。出ちゃった。何が出ちゃったの？湧くとか出ちゃった。
たコラボしてください。お願いします。TikTok 撮りましょうかね。これねえ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 激しすぎる。はい、キララちゃんの洋服の展示会行ってきました。いや、もうやばいですね。生キララ興奮しました。やばい、もうおっぱい大きい、おっぱいおっぱいもうおっぱい祭りでしたね。ちょっとずっとおっぱいしか見てなかったです、すいません。もうマジでめちゃくちゃすごい可愛い洋服がねいっぱいあって、なんかひららちゃんこれがいいんじゃないっていうなんかワンピース聞かせてもらったんですけど、めちゃくちゃ可愛くて、しかもスタイルがめちゃくちゃよく見えるんですよ。私ちょっと、購入したので、ちょっとインスタとかでもちょっとなんか上げてちょっとかっこよく決めようかなって思ってます。お会いした感想がめちゃくちゃめっちゃいい人でした。なんかいや、なんかもっとなんか結構なんか無表情だったらどうしようってすごいあれだったんですけど、めっちゃ気さくな人で、すっごい喋りやすくて、あ、こんなキララちゃんってめちゃくちゃいい人なんだなって思いました。すごい喋りやすかったですね。私も緊張しすぎて、皆さん多分分かると思うんですけど、すごいオタクっぽくなっちゃって、すいません、なんか喋り方がなんかすごいやばかったですね。ちょっとすごい緊張してました。もう今もちょっと今興奮があれ、ちょっと喋りがちょっとあれなんですけど、まあでもちょっと他の別の撮影、あっちの撮影でも一回も共することがないんですよ。だからこういう場所でお会いできることができて本当に良かったです。いや、なんかすごいですね。なんかもう感動しました。生キララ、生キララありがとう。そのキララちゃんについて引退のことを話したら、あと5年は続けろということで、はい、別に辞めないですよ、辞めないんですけど、あと私は5年ぐらい続きたいと思います。安心してください。いっぱいいろんなビデオ出ますのでよろしくお願いします。はい、なんかあれですね、これからキララちゃんみたいないろいろなんかね、洋服とかなんかそういうのとか刺激もらって、なんかいろいろこういうのやってみたいなって、いろいろそういう想像がねちょっと膨らみました。お会いできてよかったです。ありがとうございました。こんな感じで、キララさんに、これからのアドバイスをしたら、ああいうね助言をしてくれたということで、優しくて、笑顔が素敵な気さくな人でした。キララちゃんと初めて会ったらこんな感じでした。ありがとうございます。